内視鏡に行ったら松野さんに気をつけろっていう項目あるんだから。やっぱり西尾先生と喋りながら北山先生の太ももに手を置いてる。私なんかお腹痛くなってきました。昨日オイスターバー行った人全員食中毒で入院したらしいです。今日はスタッフ私一人です。で、今日予約何件あるの？幸い今日は土曜日なんで予約は午前中の胃カメラだけです。聞くの怖いんだけど、結局何件？30件。え、午前中で30件？はい。フルじゃん。フルで入ってんじゃん。医者俺一人？はい。で、スタッフ阿部ちゃん一人？はい。無理じゃん。検査室3室あって通常は医者3人いるよね。はい。そしたら単純に割っても1人6分。無理、絶対無理。先生大丈夫です。通常胃カメラの予約枠は1人20分、検査室3部屋あるので1時間に9人の予約です。どんなに時短でやっても所見書く時間入れて1人10分かかります。いや、もっとかかるかも。まあ、仮に10分として1時間に検査できる人数は6人なので、1時間9人から6人に減らします。どうやって？これ見てください。まず検診が9時台から11時台までにそれぞれ6人ずつ入ってます。これは絶対に動かせません。うん、なんで？今日検診センターは外勤の先生で絶対に13時には帰っちゃうそうです。延長できないの？できません。飛行機乗ってどっか行くって言ってました。飛行機か。はい。なので東先生、本田先生、高井以来の患者さんを全員12時以降に動かします。このうち東先生の患者さんは全員検査後診察が入ってます。で、全員 ID も古いし、カルテ見る感じだと全員フォローアップです。長く東先生にかかってます。いわゆる信者です。なのできっと検査も診察も東先生にしてもらいたいはずです。だからこの方たちには事情を説明すれば延期が可能だと思います。優先的に次回の予約希望を聞けば納得してくれるはずです。どうしても今日検査で診察は別の人でもいいっていうなら仕方ないですけど、おそらく大丈夫かと思います。うん、これで25人か。はい。そして12時以降に本田先生の患者さんと高井以来の患者さんを検査して、最後に病棟の患者さんをやれば13時過ぎには全員終わります。なるほど。じゃあ俺の患者さんは12時に来てもらうように俺が直接電話するよ。ありがとうございます。じゃあ私は東先生の患者さんに。オペレーションはそれでいいとして、スタッフはどうする？さっき外来室長にお願いしてヘルプ頼みました。私と本田先生が検査やってる間にヘルプの看護師に次の患者さんの点滴と喉麻やってもらって、検査が終わったら私が患者さんをリカバリーに連れて行きます。その間に先生には所見書いてもらって、終わったら間髪入れずに次の患者さんの検査に行きます。で、ヘルプにはその次の患者さんの点滴と喉麻をやってもらう。その繰り返しです。うん、いけんじゃね？やれんじゃね？いや、問題はこっからです。しかも最難関にして最重要問題です。なになになに？洗う人がいません。ME は昨日から帰省してます。うん、じゃあ外来は？経験のある人がいません。カメラ5本しかないんで20回は洗浄しないと無理です。どうするよ。どうしましょう。おざまーす。え、ももちゃん、おざまーす。無事だったの？ああ、食中毒ですか？私大丈夫だったみたいです。救世主、しかも最強。この大ピンチに天は我に味方をした。あれ、でもなんで市長は私しかいないって言ったんだ？ああ、多分私今日休憩の手伝いなんで、それでじゃないですかね。いい、行かなくていい。市長には私が言っとくから。ああ、わかりました。先生、夫人が整いました。よし、時は満ちた。あと
積んでるエンジン変えるだけ。え、し、ももちゃん。でもいいから。今の分かりました？分かんないけどうなずいときゃいい。先生、いいペースできてます。案外早く終わるかもな。先生さすがです。あれ、そういえばヘルプで来てた看護師さんたちどこ行った？あー、造影と整形に呼ばれちゃって。でも代わりの看護師が来てくれるって言ってました。お疲れ様です。え、もしかしてヘルプですか？はい、よろしくお願いします。何すればいいですか？あ、じゃあ喉麻酔と点滴を。わかりました。喉麻酔って何ですか？うん、だよね、そうなるよね。そりゃそうだ。ほんで先生。あ、宮城先生。宮様だ。嫌な予感。大丈夫かい？東先生が入院して内視鏡大変だって聞いたんだけど。ありがとうございます。でもまあなんとか手伝うよ。え、カメラを。いやでも困った時はお互い様じゃない。ま、カメラ20年ぶりだけどね。あ、いや30年ぶりだったかな。高評価してくれたらめっちゃ嬉しいですよね。うん。チャンネル登録してくれたらめちゃめちゃ嬉しいですよね。うん。てか YouTube って。てかスネアちょうだい。すいません。